ジャスティン・ホールはアメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ生まれのアメリカ人ジャーナリスト及び起業家であり、先駆的ブロガーとして最も有名である。ホールはシカゴで生まれ、1993年にフランシス・ダブル・パーカー高校を卒業。1994年、スワースモア大学の学生だったとき、ジャスティンは初期のウェブガイドの一つとなった。 ウェブ形式の日記、ジャスティンのアンダーグラウンドからのリンクを始めた。時が経つにつれて、東西とは、ホールの生活の詳細に焦点を当てたものとなった。2004年12月、ニューヨークタイムズマガジンは、彼のことを、個人ブログの発明者と呼んだ。1994年大学を休学中、ホールは、ワイヤード市内で発足した、最初の商業ウェブマガジン、ホットワイヤードに加わった。 そこで彼は、批評家、作家、そして教師でもある、ハワード・ライン・ゴールドと、長期パートナーシップを結ぶ。後に、ホールは、フリーランスジャーナリストになり、ビデオゲーム、モバイル技術、インターネット文化などの記事を扱うようになる。彼は2002年に、初めてのインディーゲームジャムを録音する。2001年後半から2003年にかけて、ホールは、日本、主に、東京都、 秋田に拠点を置き、ガイドブック、ジャストイン東京を執筆する。2007年に、ホールは、南カリフォルニア大学インタラクティブメディア学部で、美術修士号を取得する。彼の論文のプロジェクトは、ウェブサーフィングを、マルチプレイヤーゲーム、プモックにすることを試みたものだった。ホールは、ゲームレイヤーズ社の CEO となり、そこで200万ドルの資金を調達し、プモックを、 ファイアフォックスのツールバー用 MMO ネザーネットに変えた。最初の投資家は伊藤実一。ネザーネットは利益を出すことに失敗したためゲームレイヤーズ社は倒産した。ネザーネットのサーバーとクライアントソフトはオープンソースとしてリリースされ、ホールはゲームレイヤーズの物語。私たちの事業プロセスをオープンソースにしたことを出版した。現在、 ホールはカリフォルニア州サンフランシスコ市に住んでいる。サンフランシスコに移り住んでから彼は、マッコのタッチペットシリーズのプロデュースを手掛け、それからマッコ S の文化コミュニケーション部門のディレクターを務める。マッコ S の親会社 DNA でリクルーターとして働いた後、ホールは2013年中旬に同社を退職。2015年、 自己プロデュースの短編ドキュメンタリー、オーバーシェール、thelinks.net、e、ストーリーをリリース。中で非常に個人的なブログを扱っている。京ホールは、東京に本拠地を持つ投資会社、デジタルガレージの子会社で、インキュベーションセンター兼、コーワーキングイベントスペース、DG717 のコミュニティマネージャーを務めている。ありがとうございます。